哺乳系類は、哺乳類及び絶滅した禁煙種を含むグループ。かつては哺乳類に含まれ、赤ジ獣アコー、赤月獣類とも呼ばれた。哺乳系類の起源は、中世代三条気候期と言われる。約2億2500万年前の地層から、1989年、知られうる最古の哺乳系類、アデロバシレウスが発見されている。 その祖先は有用膜類の2大グループの一方、単ユミ類の木のどん類である。単ユミ類は、もう一方の大グループである、竜ユミ類とは、古生代石炭気中期に分岐し、独自の進化を遂げたグループである。単ユミ類は、ペルム期末の大量絶滅において壊滅的なダメージを受け、キのどん類など、ごくわずかな系統のみが三畳期まで生き延びている。哺乳系類は、 低酸素状態が続く三畳期の気候に適応する形で、気のどん類の中から現れた。この一群は、顎関節の改変、死死の直立化及び呼吸器の改良など、気のどん類で見られた進化をより推し進めた形態が見られる。誕生直後の哺乳形類は三畳期後期初頭に発生した中規模の大量絶滅を生き延びたものの、 恐竜などに主要な日地を奪われてしまっていた。中にはカストロカウダのように水辺へと生活の場を求めた者もいたが大半は夜への進出を余儀なくされた。当時の生物にとって夜という世界への進出は非常に困難に満ちたものであった。日光の恩恵を受けることのできない夜間においては体温の維持は困難である。ゆえに高温化は必須であった。 そのためにより効率的に獲物を発見することのできる聴覚の発達が促された。また獲物を捕らえるための獅子もより活発な行動ができる形態へと進化した。同時に気の鈍類において発達しつつあった高騰が複雑化しより効率的に咀嚼できるようになった。これは高温化が進んだことで多くのカロリーを必要としたためと言われる。しかし夜間に 確保できる食料は限られるため、大半の哺乳系類は、原生のトガリネズムや、月脂類などと大差ない大きさ、姿であった。この状況は、白亜紀末の大量絶滅が発生するまで変わることは、なかった。しかし、哺乳類は地道に進化を重ねており、それが、恐竜絶滅後の爆発的適応放散につながった。その中で、 哺乳類に先駆ける形で放散していた哺乳形類たちは、後発の哺乳類との競合に敗れて姿を消していった。かつて哺乳類の定義に使われた顎関節は、高度に進化したキのどん段階においては、従来の方形骨、関節骨に加え、臨場骨、歯骨の二重関節となっていた。そして、方形骨と関節骨が顎関節から外れた時点で哺乳類、 哺乳形類とされる。しかし、この時点では関節から外れたというだけであり、未だ顎についたままであった。これらが内耳に取り込まれ、関節骨が土骨、方形骨が絹た骨として自傷骨となるのは哺乳類の段階となってからである。つまり、聴覚機能を強化していく過程の中間的な段階にあると言える。原正の哺乳類においても、 胎児の段階でこれらの骨が当初学関節として発生し、やがて内耳へと移動していく様子を観察することができる。また有体類においては、この骨が移動するのは出産後、母親の袋の中にいる段階であるという。この改変は顎関節の重要度が低下したことにより可能となったとされる。万竜類など、初期単弓類や、爬虫類においては、 単純に咀嚼筋が顎を引き上げるため、顎関節に下向きの負荷がかかることになる。しかし後期重油類,類では、歯骨の筋突起が発達して、咀嚼筋が交差する形で付着し、化学全体を持ち上げるようになった。そのため、顎関節の負荷が大きく減少したのである。これにより、顎関節の改変を行う下地ができたと言える。これは、 複数の種において並行して起きた進化であると言われている。ジュラキの哺乳形類ハドロコディウムは、すでに臨場骨破骨関節を完成させ、発達した大脳皮質を持っていた。しかし、同時期の競技哺乳類には、未だ臨場骨歯骨に加えて、方形骨、関節骨の二重関節という古い形質を引きずるものもいたからである。この進化は、 獅子の直立化とも関連があると思われる。つまり、初期単弓類の段階においては、頭蓋と地面が近い距離にあり、角骨の反転板などを通じて、振動を拾い上げ、耳小柱を介して内耳に伝えていた。しかし、獣弓類、木の鈍類へと進化するにつれて、獅子の直立化が進み、頭蓋が地面から高く持ち上げられてしまうことになった。そのために、 聴覚機能を強化する必要に迫られ、哺乳類段階に至る過程で、顎関節の腸蓄を耳小骨として中耳に取り込む過程にあると言える。またこれは、優れた聴覚を必要とする夜の寝室へと関連があると思われる。これと同時に、大脳皮質の発達が見られている。外界の音を聞き分け、その方角や距離を推定するといったことなどが、 大脳神秘質の発達を促したとされる。また、それとは別に哺乳系類とキノドン類の養成の類似などから、ネオテニーによる進化とする説もある。夜への進出は、高温性とも大きな関連がある。体毛は哺乳類の大きな特徴の一つであるが、軟組織であるため化石には残りにくい。中国で発見されたカストロカウダには体毛の痕跡が確認されているが、 これは、けうな例である。従来、哺乳類は、顎関節の特徴で定義されてきた。しかし、近年、中間的な化石が出現するなど、この定義が適用できないケースが増えたため、原生種を含む、最も小さい単系統となる、要、系統学的に厳密に、再定義することが多くなった。これにより、単項類と、 重和皇の共通先祖以前のハリハメなどの原始的なグループが哺乳類から外れることになる。それらを含めた抗義の哺乳類は哺乳系類とされた。以下に分類体系を示すが、化石記録の乏しさのために、正確な系統発生については議論の余地が多い。また、重子類を含んだより講義のママリアモルファ・マメイリアモルファという分類群も提案されている。 ありがとうございます。